フリークスと言います。よろしくお願いします。ちょっとね、ハードルを、ね、下手に上げすぎなんじゃないかなと思いますが、まあ、ヒートボイスの後という、ね、だけでも結構なプレッシャーなんですけど、ちょっとど素人ですが、聞いててください。よろしくお願いします。じゃあ1曲目、君を見送るという歌。
芸術館15周年記念ということで、めでたいなと思いますが、ここにはですね、何度か来たことがあるんですが、来たことはありますが、出たことはないです。ないです。はい、初めてです。はい、ね、とりあえずの15周年ね、おめでとうございますということで。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、僕らもね、15周年には何にも関係ないんですけど、何周年かも分かんないぐらいな感じなんですが、一人減っちゃった。一人減ってるしね。すいません、うちらで。次の歌はですね、そんな、ね、15周年頑張ってきた芸術館さんのためにですね、用意した歌なんですが、バイクを乗られる方、ね、おそらく全員だと思いますが、ね、バイク、いつもね、僕は免許ないですけど、そのバイクを乗ってる感じのイメージで、それをイメージしながら聴いていただければと思います。芸術館さんの未来の、ね、あれを願ってあれを願ってあれします。はい、よろしくお願いします。じゃあロードムービーというか、
段僕らもですね、あの喫茶映画館というところでたまにやらせてもらってるんですが、実はですね、僕っていうか、あのフリークス の, あのマコスケという名前で、ちょこちょこやってるんですけど、あのフリークスとして2人でやるのは実は今年2回目で、10ヶ月9ヶ月ぶりぐらいなんですけど、ね、久しぶりな、そうですなんかダメだな今日はすいませんね、どっちも悪いです。どっちも悪いです。ごめんなさい。MC はね、ちょっと苦手なんです。はい、ということで、最後の歌なんですが、ね、一見今僕ばっかり歌ってるなと思った方、ちらほらいると思うんですけど、別に僕リーダーではなくですね、はい、別にメインボーカルでもないんですが、ということでこちらの宗太郎さんがですね、歌わせてちょっと歌わせろって言って、さっき裏で、まあ、俺歌うぞとか言われたんで。歌ってもらおうかなと思って、で、最後なので、まあ、バイバイという歌を歌います。
ました。